現地在住者が語るフィリピンのウェグ。ウェグがないとフィリピンに子供だけで行けないって本当ですか息子のユウスケの夏休み中の短期留学を考えていたモテ仲間の森山さん。現地在住の俺に焦り気味で連絡をしてきたのは昨夜の22時過ぎのこと。フィリピンのウェグとはフィリピンでは15歳未満。 つまり14歳以下の子どもが入国する場合には親の同伴もしくは事前にウェグという手続きが必要こうした規則はフィリピンに限ったことではなく手続きが厳格なことでも知られるドイツや日本人の留学先として人気のカナダにもウェグのような規定があるこの渡航同意書を必要とする国は年々増えている 海外での子供の人身売買の予防。それがその主たる理由だ。ちなみに俺がかつて羽田空港で見かけたことがある子供のフィリピン入国に関するトラブル。中学生の女の子二人とその一方の母親と見られる女性。友達の方の親の承諾書がなかったということで空港スタッフから 彼女はフィリピンに入国できないと告げられていた。判別を書いていたのは子供たちではなく、大人の女性の方。こんな基本的な知識を知らないなんて。やはり、大人の無知は罪と言われても仕方がない。フィリピンのウェグ手続き。例えば、あなたが関東なら、六本木のフィリピン大使館に行って、 この子と一緒にフィリピンに行きます。という申請をする。不思議なのは、大阪にあるフィリピン領事館とは微妙に手続きが異なっている点。例えば、大使館の場合、扶養保証の同意宣誓供述書、ウェ区申請書、子供と親のパスポートのコピー、子供の証明写真や出生証明書などが必要になる。 これは具体的に各ホームページをチェックする方が確実だ。ところで、たまにフィリピンはいい加減な国だからとお金やコネがあれば何とかなると安易に考えている人もいるが、さすがに入国に関してはそこまで甘くない。実際はこの国はアメリカを踏襲した書面主義で日本より厳しい部分もある。何しろ直前になってパニックにならないためにも、 事前の正確な情報は必須フィリピン人の友達と遊んだりフィリピーナとデートするのが大好きなのは成功者の考え方を学んでいるババッチ彼もウェグのことをセルビア観光から戻ったばかりの仲間に教えていた俺と同じく海外のビーチが大好物の彼南国生活を楽しんでいるヨスタ